再び古橋のキック。森島が前に来ます。大久保はご覧のようにゴールマウス目の前。もう一度攻め直し、古橋で入った、入ったゴール、ボールの右上突き刺しました。古橋今シーズン2得点目。ちょっとこれは土井も予想外だったか。しかし僕も早いクロスを上げたのかなと思ったんですけども、はい、セレッソ先制です。まあ一旦コーナーキックが弾かれて、ここから上げてくるのかと思いきや、J リーグ通算68完封、土井のグラブの先、インフロントキック、カーブにかかるというよりも、はい、そういうキックしながらこう真ん中にスポンと蹴った形ですよね。ボールちょっとなんか入れた感じもしますしね。チームガイスト効果が出ましたか。効果出ましたね、はい、最下位セレッソ先制という長いスタジアムです。